テジタルラボ頼みます。デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今回は左手デバイスの説明になります。おすすめなんですけどね、僕の個人的な左手デバイスをどういうふうに使ってるか、あとまあ3つのメリットデメリットで、メリットは2つぐらいですかね。3つのメリットと2つのデメリットをこれから解説していきます。まあ、実際に導入してみて僕は5年以上は経つかな、効率も上がったと思ってますし、もうこれなしではもう作業できないっていう状態になっていますので、そこら辺の冷静な分析と、この動画の Amazon のリンク先貼っときますので、まあ、ぜひ。メーカーはこれです。レイザーっていう会社のタルタロスっていう商品になります。買いだなと思ったら買って導入してみてください。まず一つ目のメリットですね、まあ、かっこいいし、見た目かっこいいじゃないですか。で、仕事もできそうじゃないですか、これ使ってると。まあ、僕の導入もそれが一番初め、本田くんっていう子が使ってて、これとは別の左手デバイスだったんですけど、何それかっこいいね、何どう使ってんのって言ったら、まあいろいろキーをちょっと説明してくれて、で自分も導入しようかな。すぐは導入しなかったんですけど、そう、それがきっかけです。で、2つ目のメリットは作業効率アップですね。実際にこの決め手になったこのクリクリ、これ自体は何に使ってるかっていうと、ブラシのサイズをこう変更、クリで大きくしたり小さくしたりしています。で、僕これ何に重宝してるかっていうと、僕結構変える、書くときね、結構サイズ変えてるんですよ、ブラシの。今、下塗りの時とかもね、すごくブラシのサイズ変えたり、塗る方向変えたりするんですけど、これです。これができる、できないで、僕の中でだいぶ大きいので。あとは、よく使うショートカット、何例かちょっとだけ解説しますね。よく使うショートカット、これ。よりと引き、これ実際キーボードだと2つのキーが必要になってくるんじゃないですか。コントロールマイナスとコントロールプラス、寄ったり引いたりするんですけど、めんどくさいですよね、2つ押すの。なので一応このキーのところに割り当ててて、コントロールとプラス、まあこれプラスなんですけど、これマイナス、こう1個で発動できるようにしとくと。もう1個、まあ、僕がよく使うショートカット、今押しますね。今押したんですけど、分かりました、もう一回押します。はい、上山ができる、スクリーンができる、オーバーレイのレイヤー新規で作る、この3つ、よく使う僕の調整レイヤーってこの3つなんですけど、それを登録してあります。で、やってること自体はこうレイヤーを作って、レイヤースタイルを変えて、で、このまま紛れちゃうと分かりづらくなっちゃうんで、調整レイヤーなので、その上山だったら上山、スクリーンだったらスクリーンっていう名前を打ち込んで終わるっていうのがショートカットになってます。だからこれもボタン一発、ちょっと設定の仕方、設定しなきゃいけないんですけど、自分が作業フローの中で、各作業フローの中でよく使うアクションなんかをこのキーのところに登録しといて、で、作業効率を上げていくと。これは普通のキーボードではできないので、まあできるんですけど、まあさっき言ったコントロールシフトをしながらファンクションキーいくつを押すとか、もうめんどくさいっすよね。そこら辺がすごく便利です。まあメインのところはそんな感じですかね。あとはネズミプロに割り当てたキーもあるし、各作業の中でよく使うアクションだったり、キーを登録、まあここら辺はシフトオルトとか、あとここはスペースだったりコントロールだったりするんですけど、そんな感じの使い方です。で、3つ目はちょっとその副産物というか、長く使ってて分かったことなんですけど、まあ、これ見ていただくと分かるけど、で、これって長時間やるとやっぱりこっちの肩が張ったり首が張ったり、腰、そっからつながってる腰とかにまで来ちゃったり、あと首で言うと頭痛だったり目の疲れだったりにつながってきちゃうんですけど、それが軽減されると、長時間無理な姿勢で作業しなくて済むんで、この状態でたまにね、こうキーボードを横に置いて同じような感じでやってる人もいますけど、
ただ2つ打ちって難しいキーも出てきますよね。片手ではどうしてもこっちに置いてたとしても、なんつうんですかね、こういう状態にな、ちょっとひねった状態になったりとか、そういうことがなくなるんで、かなり慣れた、早めに慣れた方が、僕は使ってない人の方が多いんで、ぜひこの動画を見ているマニアックな人たちにはぜひおすすめしたいなと。で、ちょっとデメリットもあるんでちょっと紹介しますね。まあ、皆さん一発目で思われるのが、慣れるのに時間かかるんじゃないかと。本当に慣れるんですか、使えるんですかっていうのがあると思うんですけど、実際僕5年ぐらい使ってるんで、まあ、使えますと。慣れるのは人によって違うけど、僕自体は1週間ぐらいでその手応えは感じてて、そこからはいかにこう体を慣らしていくかなんで、ぶっちゃけな1ヶ月ぐらいすればもうそこまでのストレスはもうなくなるかなと思います。で、2つ目、この2つのデメリットの2つ目はお金ですね。そこら辺に投資したくないっていう人ももちろんいると思うんで、まあ、無理には言えませんけど、僕としてはこの投資自体はそんなに高くないと思うん で、実際これ1万円ちょっとで買えます、タルタロスで。2種類あって、タルタロスとタルタロスプロっていうのが2つ売ってるんですけど、まあ、何が違うかって、基本は機能は変わんないんで、安い方でいいと思います。プロの方はなんか電飾が、光り方がちょっと違うとか、キーを押した時の感触がちょっと高級感があるとか、僕はあんまりそこら辺よくわかんないんですけど、ノーマルなやつでいいと思います。まあ、そのぐらいかな、デメリットは。なのでぜひ悩まれてる方がもしいれば、もう悩まず買って慣れるのが僕はいいんじゃないかなと強く思います。長時間座ったり長時間作業するのがもうプロの人は大前提だと思うんで、まあ、趣味でやられてる方はね、別にこのキーボードで全然足りると思うんですけど、プロの人はもう本当に姿勢ってめちゃくちゃ大事なんで、なるべくリラックスした状態、体に無理がない体勢で長時間かけるっていうのは、すごくメリットは大きいんじゃないかなと思ってます。まあ作業効率も上がるしね、まあ、いいことしかないと思うんで、早めに慣れてぜひ導入してみてください。コメントも待ってまーす。必ずというか返信するようにはしているんで、皆さんなんか質問あれば送ってきていただければ。実際この動画もですね、笹さんという方からコメントいただいて、それのアンサーとして動画を作らせていただきました。僕もこのいつかやろうと思ってたんで、笹さんコメントありがとうございました。皆さんも何か質問等あったら、まあ、こういうふうに動画化する場合もあるし、まあ、その場ではコメントは今のところ登録者数少ないからまだコメントできてますけど、はい、なので今のうちに聞きたいことがあれば聞いていただければ対応はできると思いますので、よろしくお願いします。今日はそんな感じです。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。